こんにちはイマンですこの動画へようこそお越しくださいました皆様いつも本当にどうもありがとうございますいつも心から感謝をいたしております今は11月3日の午後3時半頃でございます、えー、今回のテーマなんですけれども、えー、キーの M 子に対する思いというのを見させていただこうと思いますまあ、これによって何かわかることがあるのではないかなと 予想しておりますそれではえ早速ですがいつものように緊張とリラックスで丁寧に読み進めたいと思います早速始めさせていただきますキーの KM5 ですね今はに対する思いでございます <laughs> なんかこれもうなんかごめんなさい何をしてもねもう吹き出しそうになりますよ これ自分たちのことなのじゃないかという感じもするんですけれどもまあ一家全員ですよね親族も含めこれねあの眠ってるんですよ、まあ、でもこれは今回はキイの M 子に対する思いなのでキイは M 子のことをこのように思っているんですよでおそらくは自分はこれだと思うんです。こここに、ね、赤いい糸があっっぐるぐるって操っててぐぐるる縛操ますすででしょ。そういううととななのかなともも、思うんですけれども えー、歪曲された現実に住み社会規範に合わない人これ自分もでしょうでしょうけど、まあ、ちょっと今回はその自分もでしょうもうこの後はねもうあのやめておきますねもうきっと全部そうなると思いますので、ねえー、それと「高すぎる望みの結果として潰れるかもしれない人望みが高すぎて潰れるかもしれない人」あ「まだかも」とか言ってるんでしょうかね潰れますよもう潰れてるじゃないですか。 ね、であとはねエムコの言動っていうか言葉言葉ですね言動ではないエムコの言葉っていうのは疑ってかかるべきだと思ってるんです信じてないんですで、えー、薬物使用というキーワードがちょっと浮かんできてますのでもしかしたらエム子は本当にそうでそれを思っているのかもしれないです次いきますちょっと今来たので ギャンブラーズ逆要はこのギャンブラーズっていうこれは自分たちなのではないかなと思いますよ、うん、そうなのではないかなとこれね遅れがままず出てます何か思っていたことのでも何か思っていたことといえばもう皆様全員がそれだと思うと思いますが遅遅れなんです遅延何か突然の動きがあったりしてでね実は このカードが示していることっていうのは何かが最後の瞬間に消えてしまうってことなんですよ。ずっとこう頑張ってきていても最後の瞬間にあれってことになって消えてしまうという我々にとっては大変嬉しいカードなんですけれども、まあ、これは今はキーの思いとしては遅れで出てます。遅れ何か自分が予想していなかったような突然の動きがあって遅れている。それと M 子のことは気質的にも社会に溶け込ませることが難しいそんな人間だと思っています。<laughs> これもまたねもう言わないと申しましたがもう自分もでしょうって言いたくなりますがねえ。で、えー、あとはね心身ともに複雑っていうのがあるんです障害とか、うん。なので何か、まあ、複雑なんでしょう一言でね。うんえー、非常にキらしい えー、稚拙な言葉ですよね、うん、あの複雑とで障害と出てますそれからえーとねこれ活発な議論というキーワードがございますのでもしかしますとキーは M こと活発に何かやり取りをしている可能性があります。うん、もう最後のチャンスよっていう声が聞こえてきます。うん、で 今のままでは M 子は自分しか頼れない誰も頼れる人はいないいなくなるそういうことが出てるんですなのでもう最後のチャンスよというそれが来てますね、うん、次いきますあこれもね5番誠一これギブアンドテイクのカードなんですで 二人の間のギブアンドテイクのバランスっていうのがありまして、これはキーとエムコだと思います。うん、あの経験不採じゃないんですよ。キーとエムコの間にギブアンドテイクのバランス。これがあるんですよ。で、ああなんか思い出はありのままの彼らを受け入れるとか、うん、できる限り与える。それからエムコに対しては現状を利用しなさいと。 現状を利用しなさいそうすれば M 子の成功は保証できますよっていうだから最後のチャンスなんですよ。これなんですやっぱりねあの私が想像するにこれはきっと皆様も同じことを思っておられるのではないかなと思うんですけれども、まあ、恐ろしいねあの自分こそこれなんじゃないかと夢見てるんじゃないかという幻覚でも見てるんじゃないのっていうぐらい、M、子を戻す案だと思いますよこれ。戻しては 嘘でしょえあのえ小室が殿下にええその子供がみたいなそういうのですか女性宮家の当主にきっとねそのことだと思いますよ。うん、まあねおめでたいったらあれはしないと思いますけど。うん、うん、サクセス・イン・なこれねすっごいね ポジティブに見てるんですよ何をポジティブかというと状況は非常にネガティブなんですよでも何をポジティブに見ているかというと M 子は戻ってこられると思ってるんですで、戻ってきたらもう問題ないと思ってるんですよこれはこれね最高のカードなんですこのカードの中ではでも今回その最高のカードというのはイコール、えー、キーから M 子に渡せる最高の切り札というふうに感じます うん、まあキーが渡せるわけじゃないんですけどねまあ婦人かもしれませんが最,最高の切り札あなたは持ってるのよとでどんなに今が困難でもこの切り札があればもう今までのもうエム子のもう,も,うもうあらゆる悲しみも問題も全部過去のものになりますよっていうそんな意味のあるカードなんですよ。でキャリアさえも順調に動くしねだってもしそうでうまくいけば女性宮家の もう,もう口にもしたくないですよね。うん、でもうあらゆる問題に成功の結果を保証されるそんな地位だとそういうことなんですよ。でこの感じからいけばねなんかエム子はよしとしてないような感じがするんですよだから説得しているような活発な議論というのはそこにあるんじゃないかなと。 これは M 子に言ってますよく考えなければならない時よと重要な決断をしなければならない時よというふうに言っている感じです全てがこう前にしたね前にした計画通りには確かに動いてはいないでも未来は悲観しなくても大丈夫よとちゃんとあなたがこの切り札を使えば 全ては時間の経過とともに正常化していくからと、普通のことになるからと、これね、やっぱりあの国民の声とかもあって、もう二度と帰ってくるなみたいな思いが皆様にはおありじゃないですか、それはあの税金使ってアメ,アメリカにいられるのもたまったもんじゃないですよ、それも許し難いことなんですけれども、帰ってこられるのもたまったもんじゃないっていうことなんですよね。で、そういう声は、エム子は知っていると思います、この感じだと。よよくかかってるんですよだから ちょっととといいいて帰れないところがあると思います。それに対する説得じゃないかなとそういう感じのするカードです大丈夫よと帰ってきしまいすれば来てしまいさえすれば時間の経過とともに大丈夫だからと最初は何か言われてもみたいなそんな感じうーんうーんはあ <laughs> もうまあちょっともうねそういう私の私の感想は置いておきますディストレス To attract attention spy なるほどこれはもうエムは混乱しているそれから極度の不安これエムの気持ちですそれから経済的困窮も出ていますそして苦痛に感じている今の生活をでこれでもとにかく日本の国民から注目を浴びているもう監視されているようなもんなんですよこれ。 もう何かすすれれば注目を集めるこれ同じなんで,すでもう日本の国民にもう監視されている見張られているような感じそういう感じでそれだけではなくってあのこんなスパイしたりなんて言うんでしょう、えっと、パパラッチみたいなことをされないにしても偶然見かけられてしまうとか、ね、そういうこともあるそれから掘られるるというキーワーワドもあるんですよこれはあの探られるということですいろいろ調べられる。 うん、そういうのもあってもう混乱しているそういう状態が出ていますこれ、まあ、これが今の M 子の現状っていうのを映し出してるんだろうなと思いますマニーメランクリーサロンこれね両方ともが M 子です両方ともが M 子ですこれお金の問題があります でもう憂う鬱、これ落ち込みでこちらは心痛それから涙なのでお金の問題がありますそれが出ている当然ですよねもう何年になりましたかねえルスプロミス・ライトネス The house ふんこれはねもういつものですよ嘘の約束これは今回は女性宮家のの当主ことななんじゃないでしょうかんこれは軽はずみとか軽率とか軽さっていうのがあってこれは私はね本当に分かってるか分かりませんよきでもこれはアーケだと思いますよあまりにも軽はずみ でその約束っていうのはもう嘘の約束になっているここのうちあまりにも問題ありますからねそのことかなといや,やっぱりねこれあのどう見ましても女性宮家の当主そのことが出てると思いますこれジョイフルネスミスフォーチューコンステンシー うん、これはですね、うん、協力してるんですよキーは、うん、もうこれは喜んで協力しているでもねこうなってるんですもうそれは M 子の立場だけではなく M 子だけではなくねあの自分の家自体がこれですので今キーは、うん、でもこの思いは変わらないわよっていうことを言ってるんですよ これでです信念があるので今はこんな状態だけれども協力するっていう気持ちは変わらないわよとでもねこれ本当に協力とか言ってますけど協力するとか言ってますけど本当は全然違うんですよものすごく M 子を頼っているのが出てますであんまり愛情感じないんです愛情感じないのに頼っているそんな感じが出てます本当に頭悪いですよね いやちょっとこれもう普通じゃないと、うん、思いますよ私、私、うん。いや、ほんに、本当に、うんに、まあ、まあね、あの、お言葉は選びますが、皆様もそう思いませんかなんかもう、き普,普通じゃないでしょ。アレスさ、やっぱ関連のことばっかりですよ、これ。これは H です。で、H が、 何もかも、もしも、奪われたとき、これ。奪われたときは、もうこれが来るっていうのが、もう、自分にとって一番恐ろしいことなんじゃないですか、キーは。損失、とにかく、財政的心配事が起こるんです。もう、これを奪われたら、H を奪われてたときには、もう、女性みやけも何もかも、もう、もう、もう、本当に恐怖なんだと思いますよ、これ。でもう、とにかくお金の問題が起こってくる、もう、金銭的悩み事が来る、もう、それがね、やっぱり、 脅かすものなんですよなのでやっぱ次次って考えようとするんでしょうね、うん、まあ鹿にしてもそうでしょうしまあでもエムコのことも頼ってますねこれあなるほどこれねエムあのキーにとってエム子っていうのはこういうね傲慢な傲慢な人間だと思ってますうん。 あのね、プライドが高くて、まあ、こんなふうに見えてるんですよね,ね。見えてるんです。まあクジ,クジではないですけど本当にそういうふうに思っ,て思っている感じです。傲慢。どこかあの上か上らら自分を見見下してていいるぐらいに見てます、ね、でその人間に脅かされるのではないかと思わぬ利益を引き上げている姿これ想像の中のキーの想像の中のエムコなんですけどエムコはこういうふうに。 何か思いかけない自分には想像できない利益を引き上げて。裏切るのではないかっていうのがあるんですよ。だから信用できてないんです。あのしてないんですよ。あのこのここにも出ています。エムコの言葉は疑ってかかるべきだ。信用できない。まゆ、あ、つばものだと。出てます。まあもうどん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 ば裏切ってほしいですね。ね。うわ。 これで来る。これは、おめでたい。もうこれがキーなんですよ、皆様。これがキーです。エムコに対してこうだと思ってるんです。あなたは楽観の光だと。今の、もう、この <laughs>、もう笑ってしまいますよ。これですからね、ボーボーになってる。ねえ。エムコだってこれじゃないですか。でもこれに見えてるんですよ。怖い。怖いですね。ねこれって大体楽観の光ですし、幸福とか成功、それから勝利。 名声とか栄光それからまあ激励の気持ちそういうのもあるんですよ。M 子が来ればこの家に力と自信が戻ってきて妨害とか障害にも打ち勝つことができるぐらいに思ってるんですいやー本当にもうねもう言葉にできないあのー。 もしかじゃあちょっとね。うん。表現しきれませんね。これね。そのように出ております。はい、それでは本日のリーディング以上にしておきます。ご視聴くださいましてありがとうございました。私はいつもいつも皆様のお幸せと愉快を応援いたしております。